うわうわ見えた。続くな。5分間だけ、5分間だけ。昨日成田を出発して夜バンコクに着いた。今からネパールの首都カトマンズへ向かう。かつてヒッピーの聖地と呼ばれていたカトマンズ。その東約180キロに世界一高い山エベレストがある。同じアジアの人間としてアジアにある世界で一番高い山エベレストをこの目で見てみたかった。雲を突き抜けている山頂が見えた。おそらくあれがエベレストだ。もうすぐネパールに着く。